言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事から帰ってまいりまして、まああれですね、私もいろいろとバイオリズムが悪いこともあるというか、ツイッターでも前つぶやいたことがあるし、今日のね朝なんかは特にねやばかったと言いますか、まあ、あんまりよろしくない感じのツイッターをやってしまってね、それについてご指摘をいただいて、ツイッターの方ではなくて YouTube の投稿の方で、文字の投稿の方でねいただきまして、でまあね、自分としてもその時にねハッと気づきまして、すぐに削除しました。あんまりよろしくないことやってしまってね、まあありがたいことでございますわ。なんていうか、私自身も未熟だったりとか、メンタルが良くない時とかがあったりして、まあなんでやっちゃったのかなっていうのはね、急にカチンと来ちゃったところがあったもんだからね、あんまりよろしくはなかった。まああれかな、まあ BN3 フェス落ちちゃったりとか、そういうのもあったが、そのせいにはしたくないので、まあ気をつけようと思います。ありがとうございます。助かりました本当に。はい、という形なんですけども、まあ今回はですね、そういうね気持ちとかも払拭してくれるような感じのすごいニュースがありますよ。ちょっとね緊急の動画っていう形なので短めで終わると思いますが、2つほどございますね。まず1つ目ですけど、すごいですね、りょうきくん。まあそう、まずりょうきくんなんですよ。まあ多分ね貼ってあると思うんだけど、これあれですね、りょうきくん上に貼ってやって、るいくんとたいきくんとかのんくん下にあるけど、なんだろう、作品が違う感じがする。上がなんか青年向け漫画で、下が少年向けみたいな、そんな感じがするというか、動物の森と、なんだ、メタルギアソリッドみたいな、メタルギアソリッドではないな、それは違うな、まあそんな感じするけども、まあでもかっこいいっすよね、りょうきくん。ね。るいくんたちは可愛いしね。はい、まあちょっとね、順を追って話します。はい、ですね、まあ文字で書いてあると思うんですけども、あれですよ、ご長寿番組、すごいご長寿番組でございまして、30年以上やっているというね、びっくりですね。ていうか全然テレビを見ないからまだやってたんだなって思ってビビりました。しかもね、 TBS の番組なんですよね。 TBS 最近いいっすね、むちゃくちゃいいっすね。なんでしょう、まあ何かと言いますと、日立世界不思議発見です。りょうきくんが出演、ミステリーハンター側というそうことで、やばくないですかこれ。ミステリーハンターにね、 BE:FIRST 涼気ですよ。 BE:FIRST 涼気だよね、三山涼気ではなく BE:FIRST 涼気の名義で出る形になるはずだが、あ、そうですね、BE:FIRST 涼気で書いてある。いいですね、赤坊主のね、太陽のような赤坊主がとても似合いますわ。そうそう、8月26日の土曜日9時からの世界不思議発見で、これが韓国に行くみたいですね。だからりょうきくんがね、世界不思議発見のツイッターのアカウントの方でね、韓国語と日本語で喋ってるんですが、まあ日本語中心でね、当たり前だけど、っていう感じで、ミステリーハンター初挑戦、BE:FIRST りょうきさんと韓国へっていうことで、で、これがですね、今世界が熱狂する K-POP のルーツが、なんと1500年前に、元祖美男子集団の正体に迫ります。これファランじゃない、ファランじゃないかな多分ね、あったんですよね。聖徳、日本だと聖徳太子ぐらいのね時期で、あれですよ、ヒーズーところの天使っていう、まあ漫画があって、ちょっとボーイズラブ的な感じの漫画ではあるんで、世界どなた賛否、なんか好きな人嫌いな人いるけど、俺は結構好きで、聖徳太子と蘇我の恵美子ですねの話があって、そこに多分その当時ね、当時は百済とか新羅とかかな、その韓国朝鮮半島その辺の流れで、多分ファランっていう集団のやつがあったはず。違ったらすいませんね、違ったらめっちゃ恥ずかしいな。でも多分その K-POP のルーツっていうか、美男子集団っていう話は多分それだと思うんだよね。てかあれですよね、ドラマでも確かファランやってた気がするけどな。まあそんな感じ。ね、ここまでで違ったら恥ずかしいな。まあとにかくその、りょうきくんが世界不思議発見に出るっていうことで、TBS の番組ですよ。これはだからバラエティ番組と言いますか、バラエティですよね。まあ、言うてこれはあれか。でも、クイズ番組でありバラエティ番組っていう形になるわけが。ね。っていうことですけども、いやー、今週というか8月12日の
やつは、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年記念なんだそうで、ホーンテッド・マンション誕生秘話とか、あ、そういうのもやってるんですね。てか、TBS とディズニーなんかちょっといい感じっすね、最近。音楽の日もそうだけど。でもあれですよね、ミステリーハンターですけど、ゲストミステリーハンター的な感じの流れですよね、きっとね。だからいろんな人いるけどね、春風亭昇太さんもいるし、宇治木剛さんとか、立川志の輔さんとか、ダニエル・カールさんとか、なんか、あえて渋いところばっかり読んでる気がするな、今、ウィキウィキ見てるんですけどね、うん、野々村誠さんとかか、ね、そういうのもありますけど、そこに涼希くんが混ざるっていうことで、いいですね、はい。まあ、涼希くんだったら、なんか完全にお任せができるという感じでございますね。というわけでね、世界不思議発見の方のツイッターポストの、X のやつ貼っておきますんで、慣れないな。概要欄貼っておきますんで、りょうきくんがね、いる、かわいいりょうきくんがいる、動画もね、一緒についてますから、ぜひ見に行ってください。はい、というわけでございます。楽しみですね。はい、そしてですね、もう一つですよ。これはね、本当に私をアーキテクトにね、入らせるための策略じゃないでしょうか。てか、ほら、アーキテクトの方だったら、BMSG フェスだってね、行ける可能性高まったかもしんないな、なんて思ったりするけどね。ですね、BMSG トレーニーのルイ・タイキ・カノンによるトークコンテンツ、サンドクレイディオがスタートっていうことです。素晴らしいです。で、こちらが、BMSG オンラインサロン B タウン、アーキテクトレジデントでは、レジデントでも行けんだ。レジデント解約しちゃったわ。ベスティとミュージアム入ってるけど、ちょっと勘違いしてましたが、アーキテクトとレジデントで、このサンドクレイディオの本編というかフルバージョンたっぷりのやつが聞けますということで、ちょっとこれ優しいですね。ご興味のある方は、B タウンへのご加入をぜひご検討くださいということでございます。はい。ルイ君、タイキ君、カノン君からのね、供給が出るとはね、びっくりで。いや、カノン君がね、喋ってる姿を見るのも、実際のところミッションミッション以来は、久々でございますし、アーキテクトの方は見ているとは思うのですが、非アーキテクト会員の私にとってはね、結構、これはありがたいコンテンツです。YouTube バージョンでもショートバージョンなら見れますが、実質4分57秒って書いてあるんで、相当ショートです。相当ショートで動揺しますね。はい、相手。ということで、こちらの方も、ルイ君、タイキ君、カノン君のね、やつが出て、サンドッグっていうのがね、どういう意味なのかなって思ってちょっと調べてみたんですけど、なんか日本語だと幻に日って書いて現実って読むみたいですよ。で、太陽と同じ高度の太陽が離れた位置に光が見える大気光学現象のことであるっていう形で、なんかわかるようなわかんないような、でもとにかくそういう太陽と同じ高さからのとこに光が見えるみたいな、結構なんかめでたい感じがしますね。語彙力がないね、私が。でもなんか、とても幻想的で、とても綺麗なものでございますね。今ちょうど、ウィキペディアで見てるんですけど、はい。画像も載ってて、綺麗です。ね。っていう感じで、ということなのでね、この供給も含め、で、りょうきくんの話も含めて、取り急ぎで話をさせてもらいました。では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。